スプレーをしてるんですけど。スプレー。はい、光線照射お願いします。ちょっとじゃあ間隔空けてください。はい、毎晩やってるんですけど、ベータグルカンプラス天然ヒバ成分、これ成分表示はどこかあります？はい、はい、じゃあちょっとあの、ね、血流を良くする治療ね、赤い光を当ててみますね。でそれしてから点滴と胃腸の機能を高める薬をちょっと注射で打ちますからね。はい、はい、じゃあ100の3分ぐらいで、ね、注射の準備がまだ揃わないから、はい、精製水ヒバ精油ベータグルカン、はい、いいですよこれ。あ、大丈夫ですか？うん、ただこれで、はい、何これ、副作用にはつながらないです。まあ油が入多少入ってるから、はい、うん、多少の保湿じゃないけど皮膚の表面をコーティングする働きはあると思う。前出したでしょ、私、去年。あえてもなくなっちゃったんですか？なくなっちゃったんですか？わかりました。また、それ出しますから、保湿剤と、それから、なんだっけ、T3 と、あれミックスしていいですか？それでかけたってください。で、まだ、それはあるんですよね。これはあります。はい、で、それも使ってあげてください。はい、いいです。使って悪いものではないと思います。そう、それで成分表示がしてれば、いいとか悪いとか言うけど、たまに成分表示してないのがあるからさ、そういうのは変わんでくださいね、はい、なんかわからないですもんね。これと、そうか、若干戻ってるのも気持ち悪いな、ちょっと。もうちょっと上げたら太っちゃうんですけど、どうなんですか？まあでもね、いや今でも食べないんでしょ、だって今は食べない、食べないでしょ。でもさ、この子だったら 10g ぐらいは食べても大丈夫ですよ。でもそれでどん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 増えていくんだったら 9.5 にするとかさ、それでも増えていくんだったら9、要は 0.5g で動かしてもらいたいですね。はい、一気に2はちょっとしんどいですよ。 20% って結構多いですよね。僕らでも 20% の食事毎日やらしたら結構しんどいかなとは思うんで。点滴はするの初めてだから、はい、ちょっと暗めにします。この子だったら28ぐらいできるんだけど、その半分14、はい、14cc 皮膚の下にしますんでね。ちょっと痛そうなことしますけども通ってくださいね。で今これやってるのは、これ赤い光を当てて、これは血流を良くする治療です。でこの光結構中まで入ってってくれるんで、それで胃腸とかねが皮膚の表面も当然ながら、今ちょっとトウモロコシ大好きなんですか？でもそれも食べない。あ、今日はまだ、昨日は食べました。トウモロコシちょっとさ、お腹が緩い時に食べると言っていなくなっちゃうかもしれないから。昨日何粒ぐらい食べたんですか？昨日でも4粒です。あ、それでも4粒ぐらい。今日は？今日まだです。まだです。え、今日の朝はやってないの？ご飯。朝は揚げたんですけど、茹では1グラムしか食べなかった、残したんです。で、今朝は 1.4 食べました。1.6 だ。今朝は 1.6。ゆで 1.0。1.0。ゆでです。1.0g。しか、1.0g。あ、昨日ね。はい。あと残した、もう残して。だから、8g のうち 1.0g だった。うん、うん。
もう3分です。はい。さあ、それでですね、これ点滴、乳酸人間ってごくごく普通の点滴、それにあの総合ビタミン剤とそれから肝臓の機能を高める薬が入ってます。ベリ止め、ベルベリンです。それからマロプタンと、これは、まあ、一応吐き気を抑えて胃腸の調子を高める薬と、一番最後がブレノルフの痛み止め、なかなか痛いと思うんで、そんだけちょっと難しいな。で、それであとちょっとお家にしてほしいことをね、お願いしますね。何ごめんね。あの皮膚の下にね、はい、皮下油液っていう感じで、だから 14cc ぐらい溜まってます。でこれが12時間から24時間かけてゆっくり吸収していきますね、うん、はい、ごめんね、痛いよね、痛いよね、頑張れ。どこの道の上にしたかの薬と痛みだめ、ね、そんでちょっとそのままで、コンディションの6次の、はい、中の方も、うん、顔を押さえてやってる、うん、いや、押さえ、うん、お腹の方はできなくて、全然背中ってやってなかった、うん、いや、背中だけでもいいですよ。お腹ってでも今こう丸まっちゃってるからさ、この針のあるところに、ね、顔にはかけない方がいいですはい、はい、で、この先生と1分、もう1分だけ、朝は何ですか、食べた、朝は 1.6 キロ、あのドライをね、ドライ、ふやかし、ドライの状態で 1.6 キロ、そうです。このことふやかしてるんですか。ふやか、朝はふやかして食べてるんですけど、 1.6 をふやかせば 3.何グラムかになるんですか。乾いた状態でしか測ってないんですよ。うん、乾いた時に 1.6 ですね。で、あとはふやかしすぎると食べなくなっちゃうんで、うん、今日は食べるかどうか分からなかったんで、硬いままにだったんです。ドライとトウモロコシの揚げないんですか。トウモロコシは、まあ、ゆでですけど、はい、揚げます。あ、今日の朝は揚げてない。はい。じゃあ夜ドライとトウモロコシの揚げないから、はい、トウモロコシは続くね。まあ、もしさ、ドライ食べんかったらさ、少しやってもいいけど、一、うん、つか二つにしてる。僕らでもそうでしょ。お腹下してるとき、トウモロコシ食べるやつにして、下痢しちゃうじゃないですか。あり得ると思うんですけど。だからできればなしがいい。いい日になってからまたやるがいいですね。で、あのドライをふやかしてね、あの何グラム食べるか、ドライとして何グラム食べるか見てください。元気はどうです。いつもの元気を100とするとどれくらいあります。動き、でもさ、見た目的、動き的にはちょっと動いてるんだよ。あ、でも最近寒いから動かないのかなと思ったんですけど、運動はずいぶん減りました。まあ、じゃあ今の動きをじゃあまあ60にしていきましょう、はい、いや、それよりも上がってるか下がってるかね。だからうんちが下痢ですよね、はい、でうんちに関しては N が普通ね、で S が軟便、でもうこの子の場合下痢だし、下痢だから、ダイアリアの下痢で、まあ今もしてましたよね、はい、何回、今日はこれで3回目、これ3回目、じゃあ順位の3回で、夕べから今朝にかけては何遍だった。ゆうべはほら柔らかかったから、ま、形にならない。
で、おしっこは出てます。出てます。今朝。はい。じゃ出てる。で、朝から夕方からちょっともう一回ね、確認ね。で、体重をさ、1日2回測ってください。はい。で、今が565です。でもさ、点滴してるから当然15ぐらい増えてますよ。で、まあこれ1日2回測ってくださいね。はい。それからあとね、実際の温度、湿度を測ってください。だからもう朝昼今日終わっちゃってるから夜ね、夜の温度湿度だからケージの中のケージの中の温度湿度、この子のところにちょっと温度計湿度計を取っておいて何度かなっても測ってください。で、はい、3回要は温度差が知りたい、なるべく温度差のない環境に仕上げた方がいいから、まあそうね、20から25ぐらいで、湿度は40越すぐらいの方がいいですよね。でこれはまあでも実際何度になってるかを測ってくださいね。はい。ゼロじゃないから、まあ栄養補助はまだなしにしとこう。はい。じゃあこれを観察しながら、で、まだ食欲ないからさ、お薬は出せません。こんな薬出したって食欲ないのに飲めないし、かえってそれを無理に飲ませたらストレスになっちゃうから、まあ、お薬はなし。はい。で、これでちょっと観察して、はい、ちょっと明日すみません、お休みなんで、木曜日に行ってしてもらっていいですか。はい、わかりました。で、うん。どこですかね、なんか質問あります？あで、いや保湿剤と T3 前みたいに出しますね、はい、100cc ずつでブレンドミックスしてもらって、はい、いっぺんにやってもらってもいいですかね、はい、朝晩かけてください、はい、で今日はもうやらなくていいですか、はい、もう一回やってもいいですよ、夜、はい、分かりました。じゃあ、保湿剤と T3 を出しますね。で健康チェックを出します。じゃあ実際に移します。じゃあそれヘッドシーザー出します。なんかすごいですね。これもすごいね。はい、このペットシーズください。ごめんなさい。でこれで変えてください。はい。これも見せますね。はい。カイロのネット。すごい強いわ。それは入れとかの方がいいっすよね。はい。じゃあ入れて。患者さんたちにやられてるんですか。まあ、そうか。ね、はい。はい、じゃあ、あ、大丈夫です。あ、そうなんです。これ、鼻から閉まっちゃったんで。でまたね、今度も検便します。はい、ちょっと便少なすぎるからさ、まあ、もし、しっかりしたうんちがあったら、また、袋に入れて乾燥するように袋に入れて持ってきてください。はい、わかりました。ただフレッシュなやつになるべく、あんまり古いやつは持ってきて、はい、現地見るのは本当はその場でしたやつ見た方が検出率高いんですよ。でなんかちょっとさ、明らかな現地の動きじゃないけど微妙な動きしてるやつがいたからさ、はい、でそれとちょっと元気出てきたら抗寄生治薬、これ垂らすやつはつけたいですね。ただちょっと今もうちょっとね、はい、ちょっと良くなってからにしますね。はい、はい、じゃあすみません。で、あとそうそう、どうしても困った時は、はい、明日休みだけど携帯は持ってますから、はい、携帯番号どっかに書いてありますね、これ、うん、それに電話で相談してください。どうしても、ね、どのレベルだろう。吐いちゃうとかは、そう、吐いちゃう、まあ、次の日でも大丈夫です。うん、まあまあ、吐いたり下痢したりはする可能性はありますね。でも今のところは吐いてないんですよね。吐いてないです、うん、もし吐いちゃったらね、お水を下げてくださいね、はい、2時間は下げておいてください。はい、わかりました。では吐いた時にまた飲んじゃったら余計吐いちゃうから、だからちょっと2時間下げておいてほしいんですよね。で、吐かなければ下痢だけだったらどんどんお水は飲んでほしい、はい、だからミルクとかトウモロコシはなるべくやめておきましょう。わかりました。もともとミルク飲んでないですね。はい、そういうことで、はい、で、まあ、電話出ない可能性があるんで、メッセージ入れてくださいね。はい、そしたら、手すいた時にお願いしますので。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと待ちください。はい、すいません。